アイコーム店の YouTube チャンネル花と愛のある暮らし。今回も金沢アイパークの平屋のお家からお送りしています。本当に平屋といってもとても開放感があって 1.5 階に当たる部分にもお部屋があるので、本当にいろんなスペースを工夫して使える素敵なお家です。そこのダイニングテーブルからお送りしていきます。今回のお花なんですけれども、このお家自体がちょっと年配のシニアのご夫婦が住まわれるお家ということで、こう色も抑えめの方がいいのかなと思って、あとはちょっと 和室もあったり和の佇まいがそこかしこに感じられるお家だったので、ちょっと和の世界観が感じられるお花ということで、メインにこのドライフラワーをお持ちしました。皆さんこれご存知ですか？月桃の実と言います。これドライフラワーになってるんですけども、沖縄などではお家の植栽で使われてたりとか、この実や葉の部分をこう食べたり お餅に使ったり、いろんな使われ方がしている月桃の実なんですね。カサカサしていて、すごく生花の状態でもオレンジ色のこの実がすごく可愛い垂れ下がっているお花なんですが、これをメインに使いたいと思います。南国の花に詳しい人だと月桃の実好きな方は結構いらっしゃるんですよね。でドライにするとこう垂れ下がってるんですけど、なんかこんなにかっこいい形のままドライになるっていうのがすごく魅力的です。で平屋のお家なので、なんとなくこうモダンな雰囲気があちこちで感じられたので、丸い器を用意したんですね。ちょっとモダンな要素を失わないようにしながらお花を作っていきたいと思います。でいつもは結構色がついたドライフラワーとか使ったりするんですけど、今回はそうですね、そのままちょっとドライフラワーのナチュラルな質感で仕上げたいと思っています。でこちらの葉っぱがインテグレフォリアというアメリカの植物ですね。この葉っぱの形そのままにドライになるんです。すごい表裏でもちょっとずつ色が違う不思議な植物ですね。そしてもう一個合わせたいのがキャノモイスベルリードという、穀物系のドライフラワーなんですけど、このブラウンの色味とかがすごい素敵なんですよね。お花屋さんでも結構ドライフラワー売ってるとこ最近増えてきていて、家の近くでも結構いろんなところで雑貨屋さんとか花屋だけでなく、いろんな場所でドライフラワー手に入ることが増えてきたんですけど、このキャノモイスベルリードとかインテグレフォリアとかこの辺はネイティブフラワーと呼ばれていて、世界のいろんなとこから届いてるんですね。でこちらは南アフリカから届いてるものなんですけど、こういった感じのネイティブフラワーをお家のインテリアとして飾ると、結構そのままの形や色を残したままずっと変わらずに楽しめるので、インテリアとしては十分楽しめると思います。今回は月桃の実をメインにしてシンプルに飾り付けていきます。あとはこの季節はまだまだ暑いので、湿気も多かったりするとドライフラワーにはあんまりいい季節ではないので、この花瓶の中にシリカゲルを入れてあげると、結構その湿度が高い季節もドライフラワーを上手に楽しむことができます。あとは縦にまっすぐ生けるだけじゃなくて、少し斜めにお花を生けてあげるとちょっと傾いた感じで雰囲気が出やすくなるかなと思っています。はい、今回のアレンジは月桃の実を中心にしたアレンジです。いかがでしたか？今回丸い器に入れたんですけど、これこのまま紐で束ねてスワッグみたいにして吊るしても本当にかっこよく仕上がると思うので、ぜひ月桃の実とかネイティブフラワーお家近くでも探してみてください。ではこのアレンジをいろんな場所に飾っていきます。まずはこの素敵な玄関、少しモダンな雰囲気のこの玄関にとっても合いそうだなと思いました。こんな感じでこちらのなんかオブジェとちょっと連動するような感じで飾るのはいかがでしょうか。続いてこの雰囲気だと結構和の雰囲気にも合うなと思ったので、
この流木と合わせて飾るのはどうかなと思ってます。よいしょ、うん、こんな感じかな。はい、結構合いません？いいですよね。そしてこのアイコム店の平屋の特徴である 1.5 階にも行きたいと思います。ここにやっぱり合うと思いました。こんな感じで、はい、1.5 階のスキップフロアのちょっと書斎コーナーで飾るのもいいかもしれません。はい、ということでいろんな場所にお花を飾ってきましたが、少し参考になりましたか？いや、今回本当に平屋のお家をすごく楽しむことができました。やっぱりいつか住むなら平屋だなってすごく夢も膨らんだ回でした。ここまでご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。ではまた次回お会いしましょう。